こんにちは、ジョジョです。つみれです。ミヤです。あの子です。ヒロです。今回の座談会は、アガサ・クリスティの、そして誰もいなくなったのタイトルオマージュ作品をご紹介していきます。じゃあ、まずはクリスティの、そして誰もいなくなったの作品あらすじからご紹介していきます。その孤島に招き寄せられたのは、互いに面識もない職業や年齢も様々な10人の男女だった。だが、招待主の姿は島にはなく、やがて遊石の席で彼らの過去の犯罪を暴き立てる謎の声が、そして不気味な動揺の歌詞通りに彼らが一人ずつ殺されていくというのがクリスティの、そして誰もいなくなったの話ですね。はい。殺されるたびにね、インディアン人形が減っていくんですよね。はい。うん、で、実は前に今村彩さんの、そして誰もいなくなるという作品はミステリ部の動画で作ってあるので、それについてはそちらをぜひご覧になってください。で、今回は、そして誰もいなくなるじゃない作品をこの5人がそれぞれご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ早速私ジョジョからご紹介していきます。じゃあ自分が紹介するのは有栖川有栖さんのこうして誰もいなくなったという作品です。これは仮想通貨で成功した大富豪のデンスケという人物が10人の男女を海賊島に招待していきます。でこの大富豪のデンスケが不在のまま夕食となり、夕食の最中に参加者たちがやった悪いことが告発されるメッセージが流れるんですよ。でまあここから参加者たちが殺されていく展開となっていくんですけども、まあだんだんと殺されていくと、途中で誰かがこれひょっとしてアガサクリスティのそして誰もいなくなったと状況が似てないかってなんか言うんですよね。けどその参加者たち全員そして誰もいなくなったっていうタイトルを知ってたり、途中までの展開は知ってるんですけど、最後どうなったかって知ってる人が誰もいないんですよ。だからこのそして誰もいなくなったの最後の真相を知ってたら、自分たちがこれからどうなるのかっていう参考になるのかもしれない。参考になるかな。誰もどうしようもない。誰も最後の真相を知らないから、結局もうどうしようもないっていう。で、話の展開としては、招待主のデンスケがずっとこの島にいて殺人をやったと思い込んでたんですけども、実はこれデンスケってこの島にはもういないんじゃねっていう展開にもなってきて、で、まあこのデンスケが島にいるのかいないのかっていうのがキーポイントとなっていくっていう展開ですね。まあ喋れるのはこの辺からまでかな。まあこれは本当にまあほぼそのまんま、そして誰もいなくなったと展開的には似ていますね。けどとあるところでまあ一個違う要素があるんですけれども、それはちょっと言うことができないっていう感じなんですけど、長編じゃないんですよね。あ、そうですね。これはまあ中短編集があって、でまあその中にあるっていう感じの作品です。何ページぐらい？あ、140ページくらいです。140、はい、やっぱ140ページの短さで10人って結構多いよね。そうですね。確かにテンポよくいかないと、じゃないと、うん、誰もいなくならないよね。よくポンポンポンって、うん、はい、じゃあ自分の紹介はこんな感じです。じゃあ次はスミレさん。はい、私が読んできたのは早峰薫さんのそして5人がいなくなる名探偵夢水清志郎事件ノートという作品です。でこれなんですけど、講談社の青い鳥文庫から出ている、まあ、ジュブナイルミステリーということで、申し訳ないんですけど、最初ちょっと舐めてたんですよね、私ジュブナイルだからっていうことで、うんうんうん、ですいません、面白かったです。面白いよね。あ、面白かった。でこれ舞台はね、夏休みの遊園地なんだけど、そこで伯爵と名乗る人物が少年少女を囚人監視の中次々に消してみせるという事件を起こす。でそれを探偵役の夢水清志郎が三つ子の少女たちと一緒に解いていくといったようなお話になってます。でね、これ表紙の絵のこのグラサンの黒い服着た男性が夢水清志郎なんだけど、これね、自分最初絵だけ見て優しくて落ち着いた探偵なのかななんて思いながら読み始めたら、なんか実際はね、ズボラでわがままでめんどくさがりっていうね、名探偵にありがちな変わり者属性をしっかり持ってるっていうキャラでしたね。でこのキャラがまあすごい良かったっていう感じなんですけど、でこれまあミステリーなんでね、内容はあんまり語れないんだけど、トリックとかすごいよくできてるなって思いましたっていう小学生みたいな感想になっちゃうんだけど、で驚いたのがね、圧倒的な読みやすさなんですよ。これ作者の早峰薫さんが著者紹介文に書いてるんだけど、小学校の教師をやられていて、本嫌いの子供たちに本を探しているうちに自分で書くようになったみたいなエピソードが書いてあったんだけど、まあそういうことらしくて、だからめちゃくちゃ読みやすい。で、さらに、まあ自分が今回読んだのは青い鳥文庫版なんだけど、これね、途中で村田四郎さんの挿絵が挟まれるんですけど、これがね、またいいんですよ。自分もよくあるんだけど、文章だけだと、あれ、今どういう
ういう状況だっけってちょっと迷子になっちゃうこととかあると思うんだけど、それをね絵でしっかりカバーしてくれていていいんだよね。すごく絵が可愛いんだけど、読者にこびていないような可愛らしさもすごくいい絵だったかなっていうふうに思うんだけど、特にこの絵に関しては感心したのが、トリックに関わるその子供が消えるシーンになると、そのシーンの絵がちゃんと載せられてて、後でね解決編でしっかり謎解き楽しめるようにっていうことで、そこの部分は混乱させないっていうような配慮をされてるんだなっていうふうに感じて、このあたりの作りは本当にすごいなって思いました。でね、まあもちろんね、自分がいるなんで子供が読んで楽しめる作品だと思うんだけど、自分みたいにね大人でも十分楽しめる。で、特に楽しめるのは、これまでミステリーにあんまり親しんでこなかった人なんかにはすごくお勧めできるいい作品なんじゃないかなっていうふうに思いました。私なんかはこれ実際に小学生の頃に読んだんですけど、当時もちろんそして誰もいなくなったを知らないわけですよ。あー、確かに、そっか。だから大人になってから思い出した時に、あの本ってそして誰もいなくなったのオマージュだったんだみたいな驚きがね、何年か越しにあってね、それが結構嬉しかったですね。このシリーズ結構たくさん出てるんだよね。たくさん出てると思う、うん、これが一作目ですね。うん、これが一作目。私も結構ずっと追ってたんだけど、やっぱ大人になっちゃって途中で最後までは読めてないから、今読んでも多分面白いんじゃないかなとはね思ってる。じゃあどうもありがとうございました。じゃあ次は宮さんお願いします。はい、私がご紹介するのは白井ともゆきさんのそして誰も死ななかったです。ミクロネシアの先住民族ホンボ族を題材にしたミステリー小説で、人気推理作家になった大又牛雄は、出版から1年後にホンボ族が大量死したことをホンボ族の研究家に教えられます。で、その研究家の娘でいろいろな推理作家と肉体関係を持ちたがる女子大生はるかちゃんとなんやかんやあってスリリングな一夜を過ごすんですが、彼女はその1週間後に死んでしまいました。それから9年後、牛尾は覆面作家天木あやめから絶海の孤島の真田島に立つ天井館に推理作家4名と一緒に招待されます。やっとたどり着いた島には誰もいなくて、館の食堂にはホンボ族が儀式に用いるザビ人形が5つ並べられていました。で、集められた5人全員がその女子大生のはるかちゃんと何かしらの関係があったっていう共通点を見つけて、9年前に死んだ彼女が理由で集められたんじゃないかってこうみんなでいろいろ推測するんですが、まあ、その日の夜、牛尾は大量の眼球で埋め尽くされたザビマスクをかぶった人物に殺されて、で、他の作家たちも次々と死んでいき、そして誰もいなくなった時本当の事件が始まるっていうお話です。で、まあ、ここまでのあらすじだとちょっと伝わらないと思うし具体的には言えないんですけど、いわゆる特殊設定ミステリーになってます。で、まあ、設定が面白い特殊設定ミステリーって世の中にたくさんあると思うんですが、この作品は設定が面白いだけじゃなくて、設定の説明の仕方というか、そこまでの持っていき方とか、そこからの展開のさせ方、あとこの設定の活かし方っていう、もう全てが完璧、本当にそこがね、もうまさに芸術作品だなって思うぐらい整ってて、めちゃめちゃ面白いです。で、中盤からは、こういう理由で誰々が犯人だ、いや、こうだったから違う、あいつが犯人だっていうのを、もうすごい何回も繰り返す多重解決ミステリーになるので、もうその度に選択肢がどんどん減ってくるんですね。だからもう、これはもう無理でしょ、犯人いないでしょって、こう読んでて絶望しちゃうぐらいに結構ひどい状況なんですけど、そこからこう論理を積み重ね、寝ていって犯人をたった一人に絞っていくっていう流れが本当に美しかったです。本当になかなかにはちゃめちゃな特殊設定なんですけど、ミステリーとして一切破綻してないっていうのが本当にすごいなって思います。で、この多重解決ミステリーなので、まあ没案になるものがたくさんあるんですが、その没案も含めてこの設定だからこそ可能なぶっ飛んだトリックがたくさん出てきて、そこも面白かったです。で、まあ最近はちょっと控えめなんですけど、白井さんの作品と言えばやっぱりエログロが多めのことが多くて、私の、まあ、個人的な感触だと、まあ、このそして誰も死ななかったは白井作品の中だと中の上ぐらいかなって思ってます。ただ読む人の想像力によっては上の上になる伸びしろがある作品で、読み方って人によって違うと思うんですけど、文字を文章として読んでいくだけだったら多分中の上なんですけど、この作品に関しては想像力をフル回転させて情景をビジュアルとして思い描きながら読んでほしいんですね。そうなるとあのジョーのジョーのエログロを楽しめると思うので、ぜひそんな感じで読んでほしいなって思います。むちゃくちゃ怖いんだけど学
で楽しめる読書だと私は思っているので、全てのシーンを想像しながらぜひ読んでほしいです。多重解決 の、 このいろんなトリックがすごい幅広くて面白かった記憶があります。なんかね、真面目なのから本当にコメディとしか思えないようなものまであって、まあ、だからエロゴロなんだけどすごいポップなので明るく楽しくいけると思います。はい、じゃあありがとうございました。じゃあ次はかのこさんお願いします。はい、私は夏木静子さんのそして誰かいなくなったを読んできました。インディアナ号っていう豪華クルーザーでの旅に招待された5名のゲストと2人の船のスタッフが登場人物です。で、船の航海の最中の晩餐会で突然乗客たち7人の犯した過去の罪を告発する不気味な録音音声が流れるんですね。何年に誰が誰を殺したとか、誰が誰を自殺に追い込んだみたいな内容で、乗客たちはこれってクリスティのそして誰もいなくなったみたいじゃないみたいなことに気づくんですね。で、まあ不穏な空気が流れる中、まあやはりというべきか、なんというか乗客たちが一人ずつ殺されていくという話です。なのでこれ島じゃなくて船の上でのクローズドサークルになります。でもかなり本家に寄せた内容だなと思っていて、作中でもね、何度もそして誰もいなくなったみたいだって言及されているし、一人殺されるたびにその人の絵とをかたどった置物がなくなっていくんですよ。で、でもこの作品ちょっと本家がどうだったか覚えてないんですけども、乗客の一人であるお金持ちのお嬢様の一人称視点で進んでいくんですね。多分本家って三人称じゃなかったかなと思うんですけども、三人称でなんかコロコロ変わっていくイメージ。あ、なるほどね。そっかそっか。うん、でこの作品ずっとそのお嬢様視点で進んでいくので、彼女が疑心暗鬼になって様がこうありありと伝わってきて、これがねすごいゾクゾクするんですよ。まあ一人ずつ減っていく緊迫感とかで、テンポもめちゃくちゃ良くて読みやすいので一気読みでして、本家とね酷似した展開ではあるんですけども、まあ当然なんですけど結末はこの作品独自のものになっていて、これがね私素直にびっくりしたし、あーそういうことか感がねありました。でちょっと古い作品で1988年刊行です。で最近ってやっぱりその特殊設定ミステリーとかちょっと小難しいトリックとか多いんですけど、まあそういうの一切抜きでドストレートなトリックというかシンプルに面白い作品で、私は本当にあーなんかそして誰もいなくなったのオマージュとしてすごいよくできているなと思いました。夏木静子さん初めて読んだんですけど、読みやすくてね他の作品も読んでみたくなりました。え、1988年？そうです、1988年。10画館の次の年じゃないですか。同じくらい、1987だっけ。10画館は87。うんうん、じゃあ翌年ですね。それぐらいの年に、じゃあちょうど新本格ムーブメントの時。確かに、うんうん、自分聞いたことなかったですね。そうですね、夏木静子さん、そんなにそれこそ最近のその昭和の名作復刻とかで、うん、たまに目にするようにはなったものの、まあまあ、私も初めて読んだし、もっと読まれてもいいなと思えるぐらい面白かったですね。はい、じゃあありがとうございました。じゃあ次はしとさんお願いします。はい、私が読んできたのは森博さんのそして二人だけになったという作品です。舞台は巨大なコンクリートの塊の中に作られたシェルター、国家機密として作られた核シェルターになります。でその建設に携わった学者や建築家など6人が実際にシェルター内で生活するという実験のためにそのシェルターを訪れるんですね。でそしてまあ一晩明けるとシェルターのコントロールシステムが何者かによって破壊されて、外部との連絡はできなくなって、出入り口の扉もロックされてしまって脱出不可能になってしまう、まあ、そういうクローズドサークルの状況下で一人一人と何者かに殺されていくといったミステリーになってます。で、まあ、あの著者の森博さんって理系のミステリー作家として知られてるかと思うんですけど、このそして二人だけになってもうまあ結構その傾向が強いなと感じてて、例としてまず冒頭にアインシュタインの論文からの引用文が載せられてます。でさらに目次の各章を見ると、第1章が同時刻の定義、第2章が長さと時間の相対性みたいな感じに、もうその先もどんどん理系の論文みたいな仰々しい章題がつけられてて、まあ、正直一体これから何を読まされるんだっていう不安に駆られるような滑り出しになってるんですけど、まあ、実際読んでいくと理系の知識がないと謎が
解けないっていうとこはないので、その点はまあ安心して読み進めてほしいかなと思います。まあ、ただこの作品がまあ肝心のミステリーとしてはかなり賛否が割れる内容だなとは思います。で、私はもう森ひろしファンなんですごい面白かったんですけど、まあ、ちょっと一つ言いたいこととしては、この、まあ、そして誰もいなくなったっぽいタイトルだから読んでみようかなだったりとか、森ひろしさんって結構シリーズ作品が多いんで、この作品ノンシリーズの長編だからちょっと試しに読んでみようかなって思って手に取るのはちょっと待ってくれと結構癖あります今まさにそんな感じの状態だったんだけどそうですね、これはちょっとどうしてもなんか面白さの感じ方だったりとか賛否の評価が森ひろし作品を読み慣れてるかどうかで大きく変わるなっていう風に思ってて、アインシュタインの論文が引用されてるってさっき言ってたんですけど、あの森ひろし作品って何かしらの他の作品とか、まあ、論文だったりとか幅広いんですけど、そういったところから引用文が冒頭に置かれてるっていうのが、まあ、お決まりとしてあって、その引用文が森さんの作品の物語の本質とか構造とか主題っていったのを、まあ、案に示してるっていう仕掛けがなされてるんですね。で、そういうところを知ってむと、まあ、より面白いんですけど、まあ、この作品結構内容が難解っていうのもあって、そういうのが知ってたりだったりとか、あとは森ひろしさんの他の作品とか読んで、その論理展開に慣れてる方がより理解が深まるかなっていうような感じは受けました。まあ、ただそのそして誰もいなくなったっていうのの、まあ、特にクローズドサークルミステリーという部分を、まあ、森さんなりにこう汲み取って再構築した作品だと思いますし、まあ、ミステリーの金字塔に対して、まあ、ここまで個性を強く出してもいいんじゃないかなとは思うんですけど、ぜひ他の森ひろし作品を読んでから読んでくださいというそこで締めくくりたいかなと思います。わかりました。はい、じゃあというわけで、ご紹介はこんな感じとなります。いや、今回みんなのはマジで読みたくなったわ、うん、紹介してもらったで、多分そして誰もいなくなったのタイトルオマージュ作品、日本語で出てるのは多分全部あのご紹介したと思います。これで頑張って探しましたよね、はい、今回で、もしもあの万が一、いや他にこれがあるっていうのがありましたら、ぜひコメント欄にコメントをください。最近新たに1個増えたんですよね。そうですね、ちょうど今年2023年の第33回鮎川哲也賞の最終結果が出てるんですけど、それの優秀賞が小松田人さんのそして誰もいなくなるのかっていう作品らしいです。気になるね。気になるね。これ、まあ、出版されたらミステリー部の多分課題図書にすると思います、ね、じゃあというわけで今回もご視聴どうもありがとうございました。バイ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 。